どうぞどうぞ、お聞きください。それでは始めさせていただきます。本日はスペインから FC バルセロナの皆様が総見にお目になっておられます。We are very pleased to have the executive officers of FC Barcelona from Spain be here in Fukuoka. それではまず、福岡フットボール国際親善委員を務めていらっしゃいますアパマンショップホールディングス株式会社の常務取締役川森様から皆様のご紹介をお願いいたします。First of all, I'd like to ask Mr. Kawamori, the managing director of Apaman Shop Holdings, to introduce them. 皆さん、改めまして、おはようございます。おはようございます。福岡フットボール国際親善委員を務めております、アパマンショップホールディングス、および、アビスパ福岡の冠でございます。日頃は高島市長をはじめ福岡市の皆様には大変お世話になっております。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。今回アパマショップグループが FC バルセロナ社とリーグナルパートナーを締結させていただいておりますご縁で、この福岡の地に FC バルセロナの幹部の皆様にご来賓いただきました。そのままおっしゃっていただいていいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、福岡国際フットボール親善委員は福岡にスポーツを通じて活力を、そして、日本のサッカーの好きな少年たちに夢をという思いのもとに活動しております。有志で活動しております。で、今回皆様ご存知の FC バルセロナはカタリューニャ地方の地域の皆様に愛され、そして地域に密着した経営をされていらっしゃいます世界的なクラブでございます。今回来日を実現させていただきましたことに、心より感動しております。早速ご紹介させていただきます。 FC バルセロナ社、CEO の、イグナチオ・メストレ様でございます。続きまして CMO のロラン・コレット様でございます。そして私のお隣、常務取締役のシャビ・アセンシ様でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。引き続き FC バルセロナ CEO のイグナチオ・メストレ様からご挨拶をお願いいたします。 Thank you very much for the introduction. Now I'd like to ask the, Mr. Ignacio Mestore, the CEO of FC Barcelona, to say a few words of greeting. Major, thank you very much. Thank you very much for this warm welcome to that. For us it's an honor.Have the opportunity, thanks to Apaman Shop, to come to Fukuoka with our B team next summer. This is an opportunity, thanks to the great cooperation that we have with Apaman Shop in Japan. And as you know, we have also a school here in Fukuoka that with more than 300 boys and girls that basically are trained. In the way we play, because for us it's important the way we play, but also they are trained on the values of the club, like effort, teamwork, humility, and all these values that for us are so important as the way they play football. 福島市長、改めまして本日お忙しい中我々を迎えていただきまして感謝いたします。どうもありがとうございます。今回アパマンショップホールディング様のご縁がありまして、こちら福岡に参ることができました。大変嬉しく思っております。そしてこの夏にはバルサの B チームとともにまた福岡に来ることができるということに大変嬉しく思っています。今回の来日はアパマンショップホールディング様のご協力により成し遂げられました。ご存知の通り福岡市にはバルサの公式認定キッズスクールがございます。現在男女男の子女の子約300名がこちらでサッカーを学んでおりますけれども、我々が目標としているのはここではサッカーだけでなくさまざまな大切な重要なこと、例えばチームスピリットですとかチームワーク、それに努力をすることの大切さといったバルサならではのスクールを展開しております。非常に重要な学校です。
thank you again, Avalanche Hall, the town of Fukuoka, and we hope that you will enjoy the presence of this B team of Barcelona. Some of the players playing, they have already played in the first team, so actually they are the stars of the future, and we are sure that you will enjoy it. Thank you. Okay.改めまして、アパマンショップホールディングの関係者の方々、そして福岡市の関係者の方々に感謝いたします。ぜひ今回、B チーム、バルサの B チームが福岡に参りますときに、皆様方が試合を楽しまれますように、そしてご報告ですけれども、この B チームのメンバーの中には、すでにトップチームで実力をつけているものもありますので、将来のスター選手も入ってきます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは高島総一郎、福岡市長にご挨拶申し上げます。まずはですね、この福岡市に世界のトップチームの FC バルセロナの幹部の皆様お越しいただきましたことを、福岡市民を代表して心から大歓迎をいたしたいと思います。First of all, I'd like to extend my heartfelt welcome to you all for coming to Fukuoka all the way from Barcelona, Spain. And I'm very pleased to welcome the executive officers of the FC Barcelona. 今、大変嬉しいお話を聞かせていただきました。これはもう福岡市民みんなにとってのですね、大きなプレゼントだというふうに思っております。今年の6月、FC バルセロナの、B チームですね、の皆さんが、福岡に来ていただける。またアビスパ福岡のとですね、今回、練習試合、また公開練習を見せていただいたり、また子どもたちにも、サッカーを教えていただけるような、そんな素晴らしい機会をいただけるというふうにお伺いしました。これは本当に、春のビッグプレゼントが、サンタさんがやってきたり、とてもの嬉しいプレゼントだと思っています。And on behalf of the Fukuoka citizens, we are very pleased, you know, to have the, such a big team in the world come to Fukuoka and play. And Barcelona, FC Barcelona B team will be coming to in June to Fukuoka and to have practice matches with the FC Fukuoka and also the practice with the, for the public, practice game for the public, and also the football classic for the small kids. And it is a great opportunity for all the citizens, and it is like a big present in the spring, like a, which is the valuable of the Christmas present in the Christmas time. このアビスパ福岡は20周年になるわけですけれども、この20年に合わせてですね、アパマンショップホールディングス様が、お力添えいただけるという話をいただきました。で、最初お話を伺った時にですね、大村社長からもこの FC バルセロナの話を私もずっと聞いていて、そして、まあ福岡はアジアのリーダー都市を目指しているわけですけれども、そんな福岡にとってやっぱり世界最高のやっぱりサッカーを皆さんにも知ってほしい、そして地元のサッカーというものを盛り上げていきたいという話を伺っておりました。まあ、その時にゆくゆくはという、FC バルセロナの皆さんに福岡に来ていただいてという夢を、まあ、お伺いしていたわけですけれども、まあ、今日本当にまあこの日を迎えることができて、改めて、まあ、パパンショップホールディングスの皆様に感謝を申し上げるとともに、本当に皆様方にはわざわざ福岡までお越しいただいたことを感謝申し上げたいと存じます。And the Abyss of Fukuoka celebrates the 20th anniversary of its establishment. And the executive officers of Apaman Shop Holdings provide a great general support to celebrate the 20th anniversary. So when I heard the, this news, cooperation from the Apaman Shop Holdings, from the CEO of the Mr. Omega, we talk about the themes about the FC Barcelona.And the Fukuoka City is aiming to become a forerunner of the, within the Asian city, within the Asian countries. And so the, we are very pleased, you know, to have the, such a world number one top team of the football to Fukuoka and the play in Fukuoka City. So it is, will be a great opportunity for the community and the, to increase the momentum regarding the football.
and also the, in the future, it will be a great opportunity for us. And we also talk about the very dream issues that the, in the future we will have the FC Barcelona to play in Fukuoka. And I'm very, that's why I'm very pleased to hear such a great news today. And so the, let me say thank you again to the Appaman Shop Holdings. And we sincerely hope that this will be that really very successful. このちなみに福岡という町はですね、国際スポーツ都市宣言というものをしておりまして、世界水泳の大会がこの福岡で開催されたり、それから、去年はですね、おととしか、フィギュアスケートのグランプリファイナルが、この福岡で開催をされ、また、2019年にはラグビーのワールドカップもこの福岡で開催をされるわけです。まあ、そういう、国際大会がたくさん開催される福岡でございますが、FC バルセロナの皆さんが私たちの持つレベル5スタジアムで、サッカーをしていただけるというこという日が来ることをですね、福岡市民本当にこの町に期待しております。 And the 福岡 City has made the international sports city declaration and so we have hosted the most international events including the world swimming championship and 2 years ago we hosted the grand prix final on the figure skating and also in 2019 we will host we will be selected as one of the venues of the rugby world cup games and so there are many international events that we hosted so we will host and so it is very pleased it is a very great pleasure for us to have the FC Barcelona play in the stadium, the Leopard Stadium. So the, for the city, citizens really look forward to welcome the FC Barcelona. 改めまして、今回アビスパの20周年という中でこのような交流を持たせていただくことを感謝いたしますと同時に、本物の世界ナンバーワンのプレーを見ることによって福岡ないしは日本の子どもたちがですね、未来に向かって大きくサッカーにも向かって、サッカーに対するですね、大きな夢を持ってくれることを期待をしております。ありがとうございます。 And let me say again that Abispa Fukuoka is celebrating the 10th anniversary this year. So I am very pleased to have such a great exchange opportunity to commemorate the 10th anniversary of the Abispa Fukuoka. And let me thank you again for that opportunity.And so it is a great opportunity for not only the citizens but also the, all the kids in Fukuoka to watch the excellent, outstanding play of the world number one team of the FC Barcelona. So the those children will have the more further, greater dream for the future about the football. Thank you very much. Thank you.それではまあ短い時間でございますけれどもご考えいただければと思います。It's your first visit to Fukuoka City? Yes. Japan? Oh, really? あ、そうですか。あの印象はどうですか。How about the impression of Fukuoka? Always a very nice city, very nice weather.Have, thanks to Appaman Show, we had a very warm welcome as you are saying, so extremely happy and very good impression. I mean, would like to say that impressed about how warm, how nice, and everything has been. Oh, yes. 大変素晴らしい、美しい都市だと感じております。特に今日はお天気も素晴らしく、そして到着以来、アパマンショップホールディングス様のおかげで、大変温かいおもてなしをいただいております。非常にいい練習を今回させていただきました。すべてパーフェクトです。あ、初めての日本で福岡やったら、まあ、日本の印象になるけどね。そうですか。この福岡っていうのはアジアで一番食べ物が美味しい街なんですが、日本食で何か食べたいものはありますか？I can say that Fukuoka is the number one city in terms of the food in Asia. So is there any food that you want to enjoy this time? Well, actually, we had the opportunity to enjoy a very good experience of Japanese food last night. And we really, all the executives from Barcelona, we really enjoy it.
you know, the Japanese food is part of the Japanese culture. So for us, it was a great experience, and that we enjoy food as our culture enjoys food. It was our pleasure, and we enjoyed very much the experience that we had the opportunity to have yesterday. So it was a pleasure.昨晩早速日本食のお寿司のおもてなしをいただきました。このバルセロナ FC の幹部全員が大変楽しませていただきました。日本食は日本文化と言っても過言ではないと思いますし、その経験を十分に満喫させていただきました。In a certain way, both cities are about the same size. Fukuoka is about 1.5. Yes, that's right. Around, Barcelona is about 1.8, but we have a great surrounding area that make us bigger. So cities with initiatives, so very, very nice. And we felt that way.今回バルセロナと福岡についてなんですけれども、非常に類似性があると思います。人口も福岡市は約150万人ということで、バルセロナ市は180万人です。ただ面積が若干近郊区を入れますとバルセロナの方が広いので少し人口差はありますけれども、非常に似ていると思いますし、イニシアチブを発信する都市という点でも類似しているかと思います。ですので福岡に来てもまるで家に帰ったように私の町にいるかのように落ち着いています。実は福岡市とバルセロナ市っていうのは、ベンチマーク協議会っていうその世界の都市、先進的なチャレンジをしている都市のネットワークの一員でして、私も2年前に、初めてバルセロナに、行きました。And Fukuoka and Barcelona has another similarities. We are the members of the benchmark, international benchmark council and consortium, excuse me. And that is the networks of the advanced city in the world to make big challenges for the future. And actually, 2 years ago, I visited Barcelona to attend the meeting. そしてもちろん港湾エリアとかね、そのあたりを、視察をしたり、コンベンションを視察をしたんですが、お土産はですね、メッシのユニフォームを買って帰りました。He's one of the big personalities of, Barcelona, and yeah, we had the opportunity, the team the other day played the Champions League, as you know, they won in Paris, but it's a great result for the second leg, and well, we are now we have Messi, but we have also Neymar, Suarez, yeah. And all the Spanish players that have been playing for the team, and that they also were the pillars of the Spanish team that won the championship, the world champion. So we like to the football, we like to do things, but the important thing is that. For us, it's not only important the result, but it's important how we get the result. And this is also important, the way we teach the kids in the school, that we teach them that the important thing is football, is to play, is to enjoy, but they also have to be good human beings, be members of a team, enjoy, and be good fellows with everybody. So values are important, and the way we get things are important.存知の通り、メッシなど大変世界でも有名クラスの選手を抱えております。そしてご存知の通り、今チャンピオンリーグがヨーロッパで開催されておりまして、先日もパリで、優勝を果たした、すみません、パリで、開戦をいたしまして、勝つことができました。メッシ以外にもネイマール、スバレスなど大変優秀なスペインの選手もおりますし、スペインはナショナルチームとしてワールドカップでも優勝を手に入れております。という中、みんなサッカーが大好きなんですけれども、私たちが大切にしているのはその勝つ負けるの結果だけではありません。いかに戦うか、優勝までに届く道まで、優勝までつながる道のりを大切にしております。それを我々 のバルサスクールでも子どもたちに教えておりますし、かつテクニックだけでなく人間としていかに成長するか、チームワークの大切さ、そうした価値観なども教えております。
とても大事なお話だと思いますし、今福岡で行われているそのスクールもですね、そういうそれぞれが、まあ、一つのチームを作るのではなくって、そこで学んだことをそれぞれのチームで生かしてほしいということで、人間性とか大事なことをたくさん教えていただいているというふうに伺っていて、本当に素晴らしいなと思いますし、またチームをブランディングしていくっていうような経営方針も含めてですね、とてもチームとして FC バルセロナだったら素晴らしいなというふうに思っています。And I'm very impressed with their stories. And I agree with their story because then I also think that it's very important to place importance of the how we grow their humanities and as a human beings. And so not only to win the game as a team, but also the share the values, sense of values to the members of the teams. Which is very important. And I'm also impressed that the FC Barcelona has made the name of the team or the value of the team as a brand. So I'm very impressed with such a great management policy of the branding of the team. Thank you very much, and it's a pleasure. And we hope that this summer you will see the highest level of our young players before they get the first team. So they represent these values, but they are also strong and competitive. So we hope that you will enjoy that game in the summer. It will be a nice game, and we expect that it will be a great and nice show and game for everybody here in Fukuoka. Okay.温かいお言葉どうもありがとうございます。そして改めまして、この夏に福岡で開催されます、親善試合、市民の皆様が大変楽しまれますことを心より願っております。この B チームのメンバーは非常に力もあり、また若い選手たちです。今後トップ選手になる予備軍といってもよく、先ほどお伝えした価値観をしっかりと備えている者たちです。この強い選手、若い選手を福岡でどうぞ迎え入れていただき、親善試合を楽しまれますことを何よりも願っております。ありがとうございます。アビスパネクストで、はい、ぜひね、これをきっかけにアビスパがまた次のステージに行けることを期待していますし、また6月ですよね、この6月をぜひ大成功させてですね、そして社長、ちょっと大事なところなんですけど、これ私言わないともう本当に福岡市民から怒られちゃうんで、ぜひいずれメッシを福岡に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。 Thank you very much. And so we want to call it Abispa Fukuoka, so the Abispa Fukuoka will take that opportunity to go to the next stage. And I hope that your visit in June to Fukuoka will be very successful. And let me say this word: I would like to have MessiWe everybody would like to have Messi, but he's part of our core team. But thank you very much for such warm words, and we'll be happy to have the B team here too. Thank you. Thank you. Thank you very much. Messi はご存知の通り、世界各地で求められている選手といいますか、非常に優秀な選手であるため、ちょっとでも我々のチームがこちらに参りますので、ぜひお楽しみください。はい、すみません、ご歓談の途中でございますけれども、本日 FC バルセロナの皆様から福島市長の記念品をお持ちいただいておりますので。
Wow. Oh. And also, we like to be really. Wait. Good. Thank you. Good. With the number 10, eh? This is high responsibility. Wow. So that. Thank you very much. You're very welcome. And of course, we'd like to invite you to, if you have the opportunity to go to Barcelona to any game, let us really? Know. Thank you to our comments. Okay. 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 なお本日は取材にお越しのメディアの皆様方にも FC バルセロナの皆様よりお土産がございますので、よかったね、お帰りの際にお配りさせていただきます。それでは福岡市から FC バルセロナの皆様に記念品を贈呈させていただきます。 FC バルセロナ provides souvenirs to the old members of the media and also now the Fukuoka City will give the small present to everybody. This is the traditional acrobatic style table center.Table runner. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let's put it that way. So.